周りの動画がみんなうまく見える。自分はそうでもない。ああダメだ。いわゆるスランプというやつです。誰にもやってくる現象。悩まぬために、いっそ逃げるのはいかがでしょう。いつにも増して、消極的なヒントをどうぞ。才能も、環境も、ないならば。皆さんこんにちは、映像学区へようこそ。このシリーズでは、映像やデザインについて発信しています。お久しぶりです。移動後編の動画がなかなか完成しないので、ここはちょっと、思考を変えた動画を作ってみようかなと。なんだかんだ1年近くやってきた映像学区シリーズ、よくわからないんですが、なぜか心の持ちようについて話すと受けがよろしいようです。そんなわけで今日のテーマは、動画に挫折するときと、その対処法です。スランプに立ち向かうのは誰でもできることではない。例えば学校のテストでうまくいかないとき、それを挽回しよう、と突っ張っていける人間は全員ではないわけで。動画作りのような、趣味ならなおさらです。簡単に萎えがち、病みがち、折れがち。じゃあスランプからなるべく全力で逃げる。そういう戦略も実はありではないか。うぷ主の動画レベルは、まあほどほど程度なんですが、それでも何度かやる気をなくした経験はありますので、その経験から学んだことを共有したい。幸せにクリエイティブに過ごしたいなら、また、今の美悩みを感じるなら、この動画を見る価値はあるでしょう。ちょっとだけ攻めた内容です。大丈夫だとは信じていますが、低評価の嵐にならないことを願いつつ、それでは、どうぞ。動画作りで挫折するシーンは、大きく分けて4つあるようです。まずは、こちらから。強いライバルがいて萎える。うまいライバルは突然現れるものです。チャンネル規模だろうが、あるいは実力だろうが、同僚が突然伸び始めると、嫉妬します。それは誰だってそうですよ、きっと。嫉妬はクリエイターを奮起させるだけでしょうか。本当にポジティブな効果だけ？それは違うと思います。負けられないねー、と挽回していく人もいるんでしょうが、少なくともうぷ主がライバルに出会ったら高確率で萎えます。おそらく皆さんの中にも、挽回できない人はいるでしょう。時には動画作りさえ嫌になる。こういうネガティブ要素たっぷりな嫉妬をどうするか。ここで提案するのが、潔く視界から排除するということです。例えばツイッターにはミュートという機能があります。嫉妬して嫌な気持ちになるくらいなら、潔くミュートしていいかなと思うのです。そんなことしたら、より高い実力を得られんじゃないか。っていう感じはあるんですが。もし本当に憧れる相手なのなら追いかければいい。でもいつも憧れるとは限らない。相手のいいものを良いと言えなくなりそうなシーンなら、多少仲が良くても目に触れないようにするのはありです。本当にすげえってなった時は、嫉妬より先に尊敬するしかなくなるものですから。若いクリエイターが現れた時にも、似たことは起こります。時代は変わりました。このインターネットの世界には、レベルの高い若い衆が山ほどいます。どんな制作においても、5年後の方がチュートリアルは格段に充実するし、使いやすいツールの選択肢も増えます。この先どんどん、いいものが作りやすい時代になっていく気がします。動画作りの面白さを若いうちに知って、そしていい環境を早く手に入れたら、若いうちからやべえ作品を作れる率は上がります。それに比べて、出遅れていると後悔していますか？あなたが年の割に微妙なクリエイターでも、気にすることではありません。もし気になるなら、やはり全力で逃げるのもありです。一時期、うぷ主が病んでいた頃は、中学生でこれは上手い方、うんぬんのタグを見たら、すべて視界から排除していました。まあ何が言いたいのかといえば、人間どうしても追いつけないものは追いつけないのだから、嫌なものを見るくらいなら別のことを考えよう、ということです。次の章に繋がります。アイデアで逃げる、優勝する方法を探ります。バズラン。あなたの作品が盛り上がるか、盛り上がらないか、たかが数値を気にするなと言われることは多いですが、数値に重みがないなら、最初から気にしないよと。評価を気にするということは、少しでも多くのファンが欲しいんだと、心の内では思っているはずです。でも伸び悩んでしまうような皆さんへ。ここで提案したいのが、今までない組み合わせのコンテンツを世に送り出すという考え方です。もうすでに多くの人が気づいているでしょうが、うぷ主は映像制作がバチクソうめえということを、
決して売りにしているわけではありません。そんなのは恐れ多い。周り探せばもっと上手い人はいっぱいいますよ。写真や実写動画だってそうです。周りにはプロフェッショナルなグラファーばかりなのですから、同じようなことを介護官的に真似するのは面白くない。じゃあここで考え方を切り替えて、誰でもセンスなしで到達できる表現と、動画作りと簡単なデザインを組み合わせれば、けしからんものができるんではというノリで始めたものです。よりクリエイティブに楽しく伸びたいのであれば、今までにないニーズを組み合わせる方が考えやすいです。ビジネスで確実に儲ける、というのであれば別でしょうけれど、少なくとも趣味でやるなら自分にしかできないことをしたいなと、そう思い続けているウープ主です。まあ、こんなこと言っているから成長が遅いんですけどね。競争したくないので、面倒くさいので。良い環境がどうあがいても揃わない。映像学区の視聴者層には中高生さんも多いらしいです。そこで、このお話は一度しておきたかった。そう、自分のやりたいことに対して環境が揃わないとき、一体どうすりゃいいんだ、というお話です。年齢的な課題は予想以上に深刻です。例えばアドビのあれのような継続支払いや、海外のプラグイン購入ではクレジットカードが必須です。最近はプリペイドでなんとかなることもあるらしいですが、ウプ主は高校生時代にかなり難儀しました。それからそもそも資金が不足することも考えられます。機材って突き詰めると高いですし、何らかの理由で設備投資ができないことも。いずれにせよ、学校で専門分野を学ぶなど外部の援助があればいいですが、まあ大半のそういうことができる人はごく一部です。そう、誰でもいつも素晴らしい環境が手に入るとは限らない。努力しろと言われても困惑するしかないわけです。そういう場合、しかるべき時期を待つことになるのですが、まあ何もしないと創作欲が爆発してしまいます。じゃあどうしようか。ここで映像学的に提案するのが、やはり方向性を変えてみるというアクションです。できないことはできないので、できることを探すしかない。例えば普段の映像学区では、エフェクトに頼りすぎない、デザインスキルによる動画作りを推奨しています。これはいい意味で逃げ道になります。静止画のデザインにも応用できるので、人に見せるあらゆるデザインが上手くなります。そして動画編集を軽量化することができます。極端な話、基礎のデザインを理解していれば、白背景に高写真を置いて、それでテキストを置くだけで、一つの立派な絵として成立させることができます。オブジェクトを最低限に抑えられるので、悲鳴を上げがちな PC でも、ある程度のレベルに持っていけるのです。今回は、動画作り、闇期にどうしようか、というお話をしました。環境が手に入らないならあがいて行動しろ、と主張する人はこの世にいっぱいいます。まあ確かにそれで成功する例もあるんでしょうけれど、あがきようがないよ、というシーンもあるわずです。むしろ多いのではないかな。そりゃそうです。あがいてどうにもならないから、悩んでいるわけで、それだったらもう全力で諦めて、違うルートでクリエイティブに走り続けてほしいなと。映像学的には思うわけです。ウプ主自身の経験としても、動画から逃げることで色々掴んだものがあったので、今回動画にさせてもらいました。最近ブログのテーマを変えました。収益制度外視で、ギリギリな発言を増やすことにしたので、興味があればぜひどうぞ。映像と関係ない質問でも、もしあれば動画のコメントに書いておいてください。面白そうなものはブログでお答えします。さて、次回は何について、話そうかしら。